14900ケース、デフォルトでもベンチが回らないらしいです。設定しがいのある CPU 出ましたね。はい、メイ君です。アークさんから14900ケース買いました。まあね、しれっと売ってましたね。全然前日に告知がなかったんで売らないのかと思ってました。まあ正真正銘ね、コアiシリーズの大取りですね。12世代のね、金から銀になってね、なんか格下げ感があるんですけど、そしてね、見た目も何も変わらないです。まあ面倒なんでね、いきなり空割りしちゃいます。まあ初期不良に当たったら死にます。で、空割りするのもね、結構大変でね、道具がいっぱい必要なんですよね。まあ、ただ昔と違って今は便利なアイテムがいっぱいあるんで、安全に簡単に空割りができちゃいますね。ほんと楽ちんです。はい、で13900ケースの空割り仕様でしょ。でこれが13900ケースでしょ。でこれが14900ケースでしょ。で今度の14900ケースでしょ。もうね、いらないですよね、こんなにいっぱいね。はい、ということでね、六角で挟み込んで六角で締め上げるだけで簡単に空割りできちゃいます。便利な世の中です。まあ、しっかり締めてね、ぬるっといくまでね、締め上げます。結構こ怖いんですよね。まあでもね、もう何個もやってるんでね。はい、まあ、でね、パカッと開けるとヒートスプレッダーがこんな感じでずれますと。はい、そうするとね、パコッと取れるんで、空割りできたら綺麗にしていきますと。まあ、ヒートスプレッダーは今回再利用しないんで、そんなに綺麗にする必要ないんですけどね。まあ、一応両方とも綺麗に。で、リムーバー用のね、液体金属を持ってね、しばらく放置すると浮いてくるんで簡単に取れます。でね、マスキングテープするの忘れてましたね。あまりガシガシやるとね、飛び散るんでね、飛び散っても大丈夫なようにマスキングすると OK です。まあ慣れてくるとね、手順を飛ばしがちですよね。気をつけないと。で、しばらくね、放置するとね、液体金属が効いて、もう浮き上がってくるんで、すごくね、除去しやすくなるんですよね。まあ、ただ今回はあんまり時間がなかったので、まあ、1時間ぐらいしか放置してないんで、まあ、正直結構ゴリゴリやらないと取れなかったですね。まあ、放置の間にね、旧のマザーボードを外しときました。で、大体浮いてきたらコンパウンドで次は磨きます。はい、こっちも磨きます。で、ピカピカになるまで磨きます。でね、鏡面になるんですね、こうやってね。はい、そしたらね、マスキングを剥がして、台についた、ヒートスプレッダーと接着面をきれいにしていきます。まあ、エレクトロクリーナーでね、スプレー吹きかけると剥がしやすくなるんで、まあ、あとはね、表面実装をね、削り取らないように注意しながら、コリ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 削っていきます。で、まあこんなもんですかね。はい、あとは残ってますけど、まあ、こんな感じでいいと思います。それではね、マザーに組んでいきたいと思います。 M2 ってね、めっちゃ曲がるんですよね、しばらく使ってるとね。曲がっても大丈夫なんですかね、これってね。はい、で今回はギガバイト製のマザーボードです。まあ、ハイエンドのギガバイト製はね、初めてですね。14900ケースのね、専用マザー出るらしいんで、まあ、バイオス専用品出るかなと思って今回はギガバイトにしたけど、アスロックの方が先に出てましたね。でね、GPU の取り外しがね、ワンタッチでできるボタンがね、装着されてますね。まあ、それとね、 M2 のヒートストラップレッダーがね、これワンタッチで外れるんですよね。これはね、すごくいいですね。しかも大型なんですけどね、パチンってやるだけなんですよ。でこの上のやつもね、Gen5 対応のところもね、簡単に取れるんですよね。でこんなとこ一応オーラスなんて書いてありますね。引っ掛けて押し込むと、
これだけ。ほんと簡単ですよね。ASUS のはね、GPU は外れるけど、こういったところはね、まだまだなってなかったかな。あれがね、結構ネジ位置探すの大変なんで、このワンタッチはね、最高に楽ですね。はい、それではね、組み付けしていきたいと思います。まあ、今回はね、ダイレクト大仕様の水枕なんで、純正の CPU のマウンターは外します。まあ、これで一瞬で CPU もマザーボードも保証なくなりましたね。で、EK のね、水枕、装着していきます。まあ、これね、ダイレクトダイナータイプなんで、よく冷えるかなと思ってます。でこれがまたね PCER24 さんのね作った CPU を反らなくするパーツとね本当に似てるんですよね。もう著作権ってどこ行ったんですかね。はい、まあでもそれがついてるんで、まあこれつけときゃそりも対策ができるのかなと。便利ですね。はい、で取り付けたら液体金属を塗りますと。まあほんのちょっと塗るだけで、あとは塗り広げます。はい、これはねなかなか弾いてうまく塗れないんですけど、あの念入りに塗り込んでいきます。はい、でこっち側にもね塗るんですけど、その前に今回のやつね、縦置きしても大丈夫なようにスポンジがついてるんですよね。で漏れないようにコアの周りに両面テープついてるんでスポンジを入れていきます。 PS5 とかもこんな構造になってますね。で池の水枕側にも液体金属を塗り足して、圧着しますと。ちゃんとね大きさ測らないとダメですよね。はい、で裏側から水枕を固定すると。でここあんまり締めすぎるとね折れるんで気をつけてください。でメモリーは今回はね V カラー製ですね。今までずっと G スキル使ってたんですけど、今回は相性を考えて V カラー。48GB あればなんかいいことあるかななんて思いつつ、今回は 48GB です。はい、で M2 のドライブをつけていきます。ほんとワンタッチ楽ちんですよね。カチって入れて押し込んで、ここもワンタッチなんですよね。で前の PC からの移設なんで、 990Pro と 980Pro3 枚でとりあえず 6TB、まあ、これをね NAS でバックアップして使ってます。はい、ここねパチンパチンで済んじゃうんですよね。超楽ですね。あと2枚入るんですよね。なかなか拡張性高いですね。うん、でここをネジの方に引っ掛けてパチンと押すだけで6、もうこれだけですよ。超簡単ですよね。はい、これで組み付け完了です。まあ、なんかの前のねグラシアルに比べるとちょっと寂しいですね。はい、でベースプレートに組み込んでいきます。組み込むって言ったってね、ネジ締めるだけですけどね。これ普通の ATX よりちょっと大きいタイプですかね。これね、まあ、大きいんですけど、まあ、前回の本格水冷マザーに比べるとやっぱりちょっと物悲しいなと。はい、ということでサクサクつけていきます。このベースプレートつけてね、筐体の方にサクッと刺します。はい、これでね上からザクッと入れるだけですね。簡単ですね。まあバラしやすいようにね設計してるんで、まあメイク頻回にねパーツ交換するんで、もうバラしやすさ命です。はい、でねグラシアルに比べるとちょっと寂しいですね本当にね。ああいう本格水冷マザーのね Z790 出ればね、それ買うんですけどね、出ないんですよね。次の890の時は出てくれるといいんですけどね。まあ軽くなったんで、その分取り付けが楽ということでいいとしましょう。まあ、本格水冷もね流行んなくなったんですかね、ちょっと前に比べるとね。はい、でマザーボードを変更したんでね、水冷も当然変更になります。水路 の水の入るところが微妙に違うんで、前の水路使えないですよね。で変更した水路を、つけていきます。はい、でね水路が完成したらね、水を入れて、ポンプだけ回す。
ポンプだけ回さないとね、一回一回 OS 立ち上がっちゃうんで、入れたり切れたりしてると OS ぶっ壊れちゃうんでね、あのポンプだけ回せるようにします。はい。でちょっとエア噛んじゃって焦りましたけど、オフにしてもう一回オンにしたら無事に水を引き込んでいくようになりました。まあ、あのポンプね、モーターのところにね、水がなくなっちゃうとね、エア缶で水を送んなくなるんで、そうするとえらい目に遭うんで、まあ、気をつけてるんですけど、今回危うくなりかけましたね。はい。まあちょっとしか水抜かなかったんで、すぐ水も循環されたんで、ほんのちょっと足すぐらいで済みましたね。はい、楽ちん楽ちん。これね、掃除の時は全抜きするんでね、そうすると結構水の量使うんで大変です。まあ、今回はパーツ交換なんで一部だけ水抜きました。でここでね、トラブルが起きたんですよね。なんと電源が入んないです。でね、まあ散々調べた結果、 USB のね、差し込みがね、 ASUS とね逆だったんですよね。マニュアルなんか見ないでつけてるんで、 USB ね、ポンプ側の USB を取り付けるときに、マイナスグランドに落ちる線がね、どうも ASUS とギガバイトだと逆だったみたいで、まあ、それを逆につけた結果電源が入らないっていうのが原因でした。まあ、そこね、気がついて直して、無事に電源が入るようになりました。いや、本当焦りましたよ。初期不良掴んじゃったかと思って。初期不良だったらね、もうめでたく保証切れてるんで、買い直しになるとこでしたね。危ない危ない。いや、本当に良かったですよ。 CPU もマザーももう一回買い直しなんてシャレになんないですからね。はい。でね、無事に起動しました。まあ、にぎやかですね。まあ、一部ね、 LED 切れてますね。ちょっと線がどっか行っちゃいました。はい、それではね、オーラス、とりあえずBIOSの設定とかめんどくさいんで、まあ、初期設定デフォルトのまんまで、まあ、いろいろ動かしてみたいと思います。まあ、その前にドライバーの更新ですね。まあ、ドライバーの更新もね、 ASUS と違ってね、まあ、ちょっと地味ですけど、まあ新鮮味もあっていいですかね。はい。ギガバイトコントロールセンターっていうんですかね。ASUS のはアーモリークリエイトって言いましたっけね。まあそれぞれ、どこのメーカー買っても今だんだん同じことができるようになってますね。はい、それじゃあね、14900ケースのデフォルトでシネベンチ R23 と2024を10分間ずつ回していきたいと思います。どうもね、デフォでも回らないっていう噂の難物なんで、ちょっと回んなかったらどうしようかなと思ってやってみてます。まあ、まずはね、1回転ビビって1回転まずやってみました。まあ 5.9 の 4.5 ぐらいで、さすがダイレクト台ですね。めっちゃ冷えてますね。はい、もう1回転ねさせてみてますね。はい、まあ、大体そうですね、ピークは 5.9、 イークは 4.5 ですね。で水温もパッケージで75度ぐらいで回ってますか。73度。なかなか優秀ですね。簡易水冷より本格水冷、本格水冷よりダイレクト大ですかね。ということでね、シネベンチ R23 1回転です。まずデフォルトで行こう。ね、はい。まあ、室温は19度でやってます。まあ、スコアはデフォで4535。程度で喜んでちゃ困るんですけどね、製品としてね、動くの当たり前だろうって感じですけど、まあ、そこがね 14900KS の
いいところ、まあね、動かないね大変なやつほど可愛いってもんですよ。はい、ということでね、 R23、2倍速でやっていきます。まあ、予想に反してねサクサク動くんですよね。まあ本当はね途中でバシッと止まるかなと思ったんだけど、まあまあちゃんと動いてますね。でやっぱりあのダイレクトダイかなり効いてますね。75度ぐらいしかいかないですね。80度台まですらいかないですからね。これはちょっとねオーバークロックに期待が持てますね。まあ電力はねオーバークロックするとどうも500ワットぐらい CPU だけで使うみたいですけど、まあ、メゲ君のこのインテル側の PC は1200ワット ×2 機構成の電源で、まあ、最近あの電気屋さんに工事してもらって専用線を引いてるんで、まあ、間違いなく電圧は稼げるのかなと。なんでこの無理難題な CPU もなんとか回せるんじゃないかなと思ってやってますと。はい、まあ、今のところちゃんと回ってますね。まあ、これね終わる時ぐらい、2023というより2024の方があれなんですかね。 KTU さんの放送を見てたらね2024で落っこってましたからね。で一回ブルスクで落っこっちゃうと次ポストして立ち上がってきてもまた止まるっていう地獄のような挙動を示すらしいんで、まあ、それをね XTU の AI 設定とかでなんかうまいことかわしてましたけど、まあ、今後メイ君のこの筐体もオーバークロックしたら果たしてどんな、挙動を示すか楽しみですね。まあ、KTU さんのあの動画だともうデフォで動いてなかったですからね。まあ普通の海水です、100度とか言ってます、100度オーバーになってましたからね。あれじゃきついんでしょうねきっとね。まあ、本格水冷も多分ケースで組んでるんじゃ全然冷えないんで、多分ダメだと思うんですよねそれだとね。で420にしても多分ケースで使ってる限り大して変わんないと思うんですよね。あの厚くしようが大きくしようがあんまり水温って変わんないんで、まあ、結局外出ししてよく風を当てるか、もういっそのことあのどこかのバイトリーダーのようにバイトリーダーさんのようにあのチラーを買うしかないですよね。そうなるとね、そうするとこの CPU ってよっぽどこう環境を整えないと使えないんじゃねっていうね思っちゃいますけど、まあどうなんでしょうね。まあ、メイ君あの普通のノーマルの状態で CPU を一回も回さないでいきなり空割りして挙句の果てにダイレクトダイの水冷で回してて、で冷却はちょっと今回はドーピングして冬なのにエアコン回してるんで、まあ室温が19度ですけど水温が多分16度ぐらいで回ってるんで、まあ、そうするとコアを直接冷やしてると水温が16度ぐらいだと、まあ、温度もね、マックスで70度台って感じですね。このぐらい過剰に冷やして過剰に電力を与えてやれば、まあ、まともに動くのかなと。ただ製品とは呼べないよなこれね。まあでもねこのあとバイオスの調整がいろいろ入ってくるときっともっとちゃんと動くような CPU になるんでしょうね。でそうするとそこからやっぱりこれ普通の 14900K より当たりなコアなはずなんで、いやどれだけねあの電圧かけてクロック伸ばしていくかっていうのがオーバークロックの楽しみなのかなと思いますんで、まあ、そういうのが趣味な人には合う CPU なんでしょうね。ただいくらオーバークロックしてもメイ君もいろいろ検証しましたけどゲームには全く影響ないですね。
もうこれあのベンチの数字を伸ばすことに生きがいを感じてる人向けの CPU なんで、ゲームを早くやりたいだけだったら 7800X3D が一番ですね。まあ、メイクもね 7950X3D 持ってますけど、ゲームだと 7800X3D の方が早いですからね、わざわざ高い CPU 買う必要ないですよね。まあ、今ゲームで最強なのは 7800X3D に 7900XTX ラデオンつけて AFMF 回してりゃ最高でしょうね、きっとね。はい、ということでね、10分間終わりましたね。全然余裕でしたね。はい、ということで続いてはシネベンチ2024、こちらを10分やっていきたいと思います。こちらはね、あの先の動画でね普通に怒ってましたからね、ちょっと緊張感がみなぎりますね。10分後に果たして動いてるのか動いてないのかドキドキです。2024ね、重たいんですよね。画面があんまり変わんないんでね、正直見ててつまんないんですよ。これ2023の方みたいにねサク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 動いてる方がなんかやってる感はあるんですけど、これ動作がもっさりなんて、あれ動いてんのかなってちょっと思っちゃいますよね。これ今2倍速で動かしてるんでまだ早く感じますけど、これ等倍でやってると途中で止まってるのかベンチ回ってんのかちょっと区別つけないのが大変って感じですよね。はい、ということでね、まあもうじき2分経過ですけど一応動いてますね。はい、まあこんなね後からナレーション入れてるんで一応動いてますけどねなんて言ってますけど、結果知ってるんですよね本当はね。はい、まあ、時間がねない方はねどん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 飛ばしてみちゃってください。あとでチャプター入れときますんで、まあ、結果から言っちゃうとね動いちゃうんですよこれもうネタバレですね。はい、もうあのまだ3分ですけど、はい、10分も普通に動きました。で温度もやっぱり同じ70度台後半だったんで、デフォでは80度台にも届かなかったですね、このメイ君の環境だとね。はい、なのでまあただねメイ君の環境はかなり特殊なんで、まあ、他の普通にあのケースで使うような方だとどういう結果が生まれるのかっていうのはぜひ見てみたいので、まあ、皆さんも検証したらアップしていただけると励みになります。まあ、このね一応デフォではちゃんと動いたんで、まあ、次はねオーバークロックしていきたいと思いますけど、まあ、今回あの ASUS からギガバイト制に買い替えちゃったんで BIOS がちょっと違うんで、まともにオーバークロックできるまでには少し時間が必要かなといった感じですね。はい、まあ一応標準で 6.2 ターボブーストなんで、まあ、まずはオールコア6ギガぐらいの動作から狙ってターボブースト 6.3 とか 6.4 ぐらいの設定、ただねそんな設定でゲームやっても全く速くないんですよね。余裕で AMD に負けちゃうんですよ。なんで、ゲームをやる方は正直おすすめしないので、足からずって感じですね。インテルのいいところはこのオーバークロックができるのが今のところいいところですかね。あの 3DV キャッシュ搭載モデルはオーバークロック一切できないですからね。まあ、ただ次のインテルの15世代とかになるとなんかオーバークロックあんまりできなそうな感じがするんですよね。なんか 3DV キャッシュを真似した何か機構が搭載されるみたいだから、そうすると温度に厳しくなるときっとあのアホみたいなクロックも上げられないんでしょうね。ちょっと残念ですよね。なんでこのもしかしたら 14,900 ケースが最後の自由なオーバークロックモデルになるのかななんてちょっと思っちゃいますね。まあ、結果はね今年の暮れぐらいになったらどんなのが出るかわかるんだと思うんですけど、まあ、一応出たらきっと
と買うんだろうなとは思いますけど、オーバークロックできない CPU だったらどうしようかなって感じですね。もうそれだったらオーバークロックできないんだったら別に AMD で十分ですからね。Ryzen 9の 7950X3D で全然こと足りちゃうんで、まあインテルさん頑張ってほしいですね。最近あの AMD の方がどんどんドライバーが良くなってるんで、なんかこう唯一の取り柄だったインテルの安定性っていうところがね、だんだんあのアドバンテージが少なくなってますよね。そこに来てこんな 14,900 ケースなんていうね、なかなか難儀なものを売ってしまうと安定のインテルはどこ行ったって感じになっちゃいますよね。まあでもね、安定の CPU ばっかり使ってるとつまんないんで、まあ、こういう不安定な調教しがいのある CPU ってのもたまにはいいのかなと思います。決してね壊れてるわけじゃないんだろうから、うまい設定が出ればちゃんと動くようになると信じてます。はい、まあね、最初の方でも言いましたけどね、アスロックさんはね、もう発売日前からね 14900KS の BIOS、まあ、ベータバージョンですけど配られてましたからね。ギガバイトさんね、なんか専用まだ出るって言ってたのにまだラインナップに載ってないですし、 BIOS もまだなんですよね。 MSI もね、なんか 6.4 オーバークロック、 6.4 ターボブーストなんていう設定の画像出てましたけど、まだ配られてないんですよね。いつになるんですかね。で、もともと使ってた ASUS もね全然出てないですしね。 APEX N Core とかね、あのオーバークロックモデルのマザーなんでね、すぐ出るかなと思ったら出てないですね。はい、ということでシネベンチ2024 10分間、パッケージは結局75度でしたね。R23 より2度ぐらい冷えてます。こっちの方が何気に負荷かかんないんですかね。遅いく感じるんですけどね、まあ、とりあえず75度冷えすぎですねこれね。なかなかダイレクトダイの水枕っていいんですね。こう考えるとグラシアル早く見切りつけとけよかったななんて思っちゃいますね。はい、ということで今のところ予想に反してよく動きます。まあ、次回の動画ではねオーバークロックを検証していきたいと思いますが、まあ、ASUS からギガバイトに変わって BIOS がちょっとよく分かんなくなったんで、まずはそこをお勉強してからになります。まあ、それじゃね、長い動画でしたけども最後までありがとうございました。はい、最後にね R2024 かのポイントですね。スコア2090ポイント PTS でしたね。これがいいんだか悪いんだか分かりませんが、あんまり2024ってベンチ取ってこなかったんで、急にこれが2090だって言われても正直比べるところがないんで、まあオーバークロックしてどのぐらい変わるかやってみたいと思いますね。はい、ということで本当に今日の動画はこれでおしまいにしたいと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。